そうですね。ま、あの、ウクライナが非常にこう苦境に、ま、あるというのは、まあ、間違いないと思うわけですけれども、まあ、これは、あの、まあ、今、東野先生がおっしゃったように、あの、ウクライナが大変であり、かつ、その、ヨーロッパがきちんとこう支援ができなかったという問題もあるわけですけれども、まあ、他方で、こう、ロシアの、こう、粘りが非常に、こう、想定していた以上に、 まあ、すごいということもあると思うんですね。で、やはりロシアというのは、まあ資源を非常に持っていますし、また食料についても、特に穀物の生産というのは、まあ非常にこうよくできる国であって、と,とりわけ今年はまあ豊漁方策だったというふうに言われています。で、そういう中でロシアは多くの制裁を受けているわけですけれども、このエネルギーと、まあ食料を武器にすることによって、結構自分たちがそれらを。 いろんな第三国。まあ、とりわけ、こう、いわゆるグローバルサウスですね。で、まあ、中国、インド、そして、あの、それ以外の、こう、ざまな国に輸出することによって、あの、むしろ、量を、ま、輸出することによって、相当な、あの、ま、収入を得るということで、ま、経戦能力を、あの、維持していますし、また、軍事についても、あの、軍事的な輸入ができないわけですが、まあ、それをですね、まあ、イランとか、 あ,あの、北朝鮮との協力によって、補うということもまあやっておりますし、また、こう、一般的なこう輸入品については、あの、ま、並行輸入ということで、第三国をかませることによって、ま、あの、軍事的なもの以外は、ほぼ何でも、こう、輸入できてしまえている状況によって、ま、なんとか国民の不満も、あの、ま、爆発させずに済んでいるということで、 ま、この、ロシアがこう持てる国であるからこそ、やはい、この、形成能力も維持できていますし、まあ、国民もとりあえず、こう、抑え込めているということが、まあ、あると思います。これもやはり、この戦争が長引いていて、まあ、かつ、ウクライナが非常に苦戦を強いられていることの非常に大きな、ま、要因であり、ま、この構図というのは、まあ、そう簡単には変わらないと思うんですね。 で、これまで多くの制裁が行われ、特に2023年でも、どんどんさらにこの制裁を強化するという流れがあったわけですけれども、かなりロシアというのは、あの、うまく乗り越えてしまっているということが言えまして、もちろんいろいろ打撃はあって、制裁がない場合のロシアの収入というのはもっと大きかったと思いますし、その点はもちろん打撃はあるわけですけれども、それでもロシアが潰えるほどの打撃は 受けていないですし、この構図というのはやはり二千二十四年も続くのではないかと、まあそうなりますと時間が経てばたそうと、むしろロシアに有利になるという展開というのはまあ変わらないのではないかというふうに思います。ありがとうございます。あの今後の展開についてのお話がかなり今出たかと思うんですけれども、ちょっと夏以降のあの反転構成に。 ついてどう見るかというところがあの冒頭の youtube がそろそろ終わりそうなんですがあの反転構成についてあの朝日新聞の記事であの失敗ではないかみたいな目指しが踊っていたりもしたんですけれども小泉さんはどういうふうに評価されておられますか、うん、まあもうこれは,はんあの失敗と言わざるを得ないと思いますねまあ頓挫ですよねでまあ少なくとも今このオリヒュの構成軸に投入されていたいくつかの両団 えー、特にまあその西側製の新鋭装備を持っていたいくつかの旅団が、まあ、こっちの,あのアウディウカの方の防衛線に投入されてしまっているとかってことがあるので、まあ、ウクライナとしても,もう当面この,、えー、このオリヒウの構成軸をこう下げていくという、まあ、意思は今のところないということだと思いますね。で逆に一部この,まあそのオリヒウ周辺でロシア軍逆襲に出たりなんかもしているのでやっぱりまあこの構成軸は放棄されたと。 いいいうふうふに見ななけければいけないと思いますだからまああのこれでもちろん俺ではなくてウクライナ軍としても戦力を再編してどこかであの反抗をかけないとあの拉致が開かないわけですからどこかで反抗をかけようとしていることは間違いないんですけどもそれは当面はなかなか難しい例えばその来年春になったらすぐにウクライナ軍が大反抗作戦できるかってなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。とするとやっぱりまあ来年のまた夏になるのか下手すると 再来年でああるる可能性があるとでとなるとやっぱりこの戦争ってウクライナが諦めるんじゃない限りあるいはこうプーチンが突然こう仏心を起こしてもやめますっていうんじゃない限りですねやっぱなんか4年目が見えてきてしまうんじゃないかという、まあ、非常に、うんうん、嫌な予想がなんかこう浮かんできますね。ちなみにですねまおと思う ででおそらくもう今の時点で、えー、もうここら辺も,もアウディウカはかなりこう厳しいという状況で、うんまあ、どちらかというともう地上陸戦についてはもうウクライナはこうどちらかというともうここをしっかり固めていくという方向にいっているんじゃないかと多少、まあ、若干の,このヘルスの動きであると思うんですけれどもであとは、もう。 どちらかというと地上はしっかりと防御線、まあ、米欧も多分防御線にしろと言っていると思うんですけれども防御線を固めていってで高価値目標をなんか叩いているというふうな、うんまあ、飛び道具でですね。なの制海権制空権じゃないですけれどもそっちの方で少しこう成果を上げることによって、まあ、少しこの,このラインですねこの、まあ、穀物のお話も含めてですけれども、まあウクライナとして一定の戦 投資をしてくれればまあ成果は出るよと、うん、いうことをまあ当面、この数か月はやっていくのかなとまあと穀物輸出が継続できるのであれば、うん、まあしかもこの摩擦を生むこの東欧経由の輸出ではない形で海を経由して穀物輸出ができるのであればあのなんていうかウクライナという国自体は当面滅ばずには済むわけです。よよね,ね、うん、まあだからまあそういういことによって 一応こう現状維持というか戦争を継続できる体制を図るとでそれができればやっぱりこうどこかの時点でまた攻勢に出ることが、まあ、あのできるかもしれないというところにとりあえずは望みをつなぐということになるのかなと思うんですけどやっぱりそれはこう大規模な軍事援助が来なきゃ難しいわけですよね。なのでそろそろおそらくその有料部分に入ってから話になると思うんですけどさてアメリカの大統領選どうなるんですか,ですかっていうのが。<laughs> だからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度がべての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると